ね。とりあえず今日さ、まだ一回もクリアしてないからさ。あ、そうでしたっけ。そう。つばい。ああ、なるほどね。ラウド装備で。ああ、うん、じゃあ、やってクリアする？うん。そうしましょうか。いけるかな。もうだってやることは全部わかってるから。うん、まあそうね、最後の脱出がまあ、うん、あれどうやって出たっけ、エレベーター降りて、うん、で右手だったかな、うんうん、なんせあのバールを早く見つけるということ、そう、バールを見つけた勝ちか、はい、バールね、エレベーターの中にあったんだよねで、もうラウド前提だからさ、カメラ壊さなくていいんでしょ、うん、うん、こっから、あ、違う違う、ここあの層をまず取らないといけないから、あれか、あ、そうかそうか、まあもう始めちゃっていいですよね、うん、いいよ、うん、マスクかぶる、いきなり殺していく、これでここにセントリーちゃんを設置して、一般人は縛っといた方が良かったのかな、いや人質っていうこと、うん、いらないでしょ、いらないか、死なん死なん、死なん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 、でもさっきの部屋あんまり防衛に向いてたとは言いづらかったな、上から降ってこないっていうのはね、まあまあそうなんですけど、でも今回セントリーちゃんいるから、まあそうですね、うん、だからセントリー置いて、うん、でバッテリー停電、うん、あ、はいはい、のところをすぐ行けるように、このね、落ちてきた先から死ぬ、うん、そう、この景色はなかなかいいよね、景色そのうねうね中に敵を倒すと回復もする、へぇ、必要的な進行をちょっと遅らせる効果もある、なるほど、うん、もう残念ながらもうハッカーじゃないので持ってませんけど、うん、EMP もなかなかでも有用だね、ラウドで、うん、使う時もあるかもしれない、あるんですね、そんな使い方ができると知りませんでした、 AT あのセーフハウスレイドだっけ、うん、うん、の時とかあったらよかったかもね、ああなるほど、うん、どの程度かわからんけど、時と場合でちゃんと装備見直さないといけないんだ、うん、あ、まあ、し待ち時間ですね、これは、うん、皆さん頑張ってください、私はお水飲もう、よいしょセントリーちゃんしか頑張ってないよ今あと80秒、もういセントリーちゃん落ちてくる前の敵にも発砲してるの、うん、上に上打ってるもんね、うん、どうだ、うん、死んだ、どうだか、あっさり死ぬなんて見えない、あれサングレスに変わってる、ん、ヒューストンだったの、あ、ヒューストン、ありがとうヒューストン、え、死んだのさっきので、そう殉職してしまった、はい、サイドジョブが完了しましたって、セントリーのなんだかって。セントリーちゃん。やっぱセントリー優秀だわ。うん。さにこれだけ置けばね、余裕ですな、うん、あと16秒、ただ
あもう寝返らせるやつついてないってことかな。2、1、0。 It's finished。 で、ここでどこでもいい、とりあえずうん、どこでもいいよ、うん、10秒。頑張れ。あー、なるほどね。今のうちに呼びたいよね。エレベーターね。先に押しときたいよね。30階から降りてくの。うん。お、静かになった。壊れた。うん。この難易度の作用、ね。こんばんは。こんばんは。こんばんはです。うん。今日最後のジョブです。最初で最後の。負け続けた今日の。締めくくりをねしてます。 1時間でもやるってなかなかないんじゃない。こんなないよね。モンハンよりやってるよ。そうね、よく長続きしたもんだと。でも時間切れとかないんだね。ね、一体何人の FBI を殺したのか。そうだよ。カルディさん、トラさんおめでとうございます。ありがとうございます。あ、そっか、もう日が変わったから日をまたいでしまいました。タイガトラおめでとうデーじゃないですか。おめでとうございます。ありがとうございます。この勝利をプレゼントにしてください。あれ、ちなみに今日のトラジオは何時から。トラジオ一応22時予定でしてます。24時ね、了解。うん、22時。9時でもいいかもなと思ったけど、まあ、まあ、普通に仕事なのでトラ。ああ、まあ全然任せようかな、うん、ここは。一応じゃあ22時スタートで、うん、ここで打ち合わせ。そうそう、まあ時間の有効活用。もうこんなん今雑談枠みたいな。そうか、じゃあ告知もちゃんとしていいですよ。そうですね、明日22時からヨネクロさんトラジオ予定しておりますので。ヨネクロさん、今回のトラジオはアクアリウムについて語りまくるっていう予定。弾を拾いに行ったら大変なことになっちゃう、うん、クローカーでもいましたか。あ、弾ないなったとか。クローカー3秒2秒1秒。あ、まあさっきと同じでいいか。外れっぽい。弾薬バッグを入れときますよ。ここに出しょ。あれ、なんか玉切れになってる。あーちょっとドーザーか。さすがにドーザーはね、外れだった。うん、外れだった。あ、次のここに置いて。そう、取ってください。米倉さんが持ってるから。うん、うん、パレットが玉切れになっちゃって。そっか、なるべく引き寄せて殺した方がいいんだね。まあ、パレットが殺しちゃうから、まあ、廊下にかなり落ちてますよ。うん、どうぞ。めちゃめちゃセントリーちゃんばっかり狙った。うん、おとりになるからね。うん、
ナイパー、ナイパー死んだ。あ、いやいポロポロ落ちて死んでいくの悲しい。シシルイルイラン、自分が死ぬよりはマシですよ。さっきは何度やられたことか。カメラ上げのために無限に稼げるし、ここで4時間くらいぶっ続けて戦い続けたものよって。え、レベル上げ。あ、倒せば倒すだけ経験値がもらえるみたいな。あ、そういうこと。え、そうなんです。じゃないかな。この間なんかやったさ、なんかイベント、ハロウィンっぽいやつ。うんうん。あれもなんかそういう系じゃなかった。経験値確かに幅すごいあるねって言ってたとこか。うん、ああ、そういえば。うん。ああ、なるほど。そういうことか。ああいうループ系の。あとガルディさん、うちは先ほどちょっと熱39度いっちゃったんで、もう寝ます。ガルディさん、そうだった。え、感染したんですか。感染中だった。もう寝てください。本当はありがとう、おめでとう、ゆいに来てくれたんや、ね、ありがとうやで、本当にね。うん、ゴーさんが塩作りで納品するごとに経験値が増えていく仕事を、だって。塩作りあの塩、え、白い粉ってこと。うん、あっ、塩納品するごとだった。あのあれかな、エルフたちのやつかな。ああ、クリスマスか、あれ。はいはいはい、うん、おっさんが作ってるあれね。うん、確かにあったあった。コメちゃんも今ぬいぐるみを振り回しています。野生に戻ったんですか。戦ってる。コメちゃんも戦っています。誰と。あと20秒、あとちょっと。どうぞ。わー、あー、やばい、嘘だろ。あと6秒。当たってないぞ。外れ？どうだろう。お、チェックポイントが出てないですか。外れだ。外れか。あ、これか。いや、そいつ、そいつですよ。当たりか。サンプルを取る。サンプルを取る。65% 以上のウイルス濃度。2本入れさせろや、遠心分離器。バランス取らないと壊れますよ。ね。バッキンドーザーだ。ん？うっそ、ちょっと待った。ん？あっぷな。いて、ダウンしちゃった。タイガさん持ってるやつを。うん、入れました。うん、ちょっと時間かかるんだよ、次使えるまで。あ、なるほどね。うん、わあ、ここ頭の上から降りてくるからあんまりいない方がいいかも。あ、ダメだ、サンプルはね、あれ押しに行きたい。
ンプルダメだった。うん。取りに行かないと。カイガさん持ってるから。エレベーターを押そう。うん。なんだ。カイガさんはオッケーの血を持ってるからもう取れないんじゃない？取れないか。どうなんでしょう。あ、もうオッケーなんだ。あれ？一歩まで来た。走れ走れ。あ、真空で真空で採血する注射器ですね。いや最近全部そうか。あ、あれ押してくる。はい。押した。どうもです。サンプルが必要だ。なんかさっきから失敗したばっかりなんですけど、当たり前だけど、遠心分離機が失敗ばっかり。道具もまともに。完全にランダムなのかな。じゃないんですかね。え、いや、タイガさんが倒れたな。ドーザーが侵入してきてた。なるほど。ドーザー先に殺そうさんです。ドーザー焼けないでしょう。ヘッドショット。焼けた。いや、私はヘッドショットしたからだと思う。これ血がブシャーってなってるのは失敗ってことなのかな。多分失敗かな。一本で入れるから。あ、できたっぽい。マジ？ではもう2本なる。タイガさんが1本なくした。ドラが失った。ああ、だからできたんじゃない。え、そういうこと？え、2本できるでしょう。そのなんかエレベーターが来てからじゃないと2本目ができないと。2本目ができないみたいな。ん、あ、エレベーター押しとは。あ、できたな。うん。できた？できた。うんうん。けど取らない方がいいですよね、これ。そうだね。エレベーター来てからのがいいね。うん。じゃあセントリー持ってそっち側に行くわ。え、ここ天井穴開いてるんですけど。あ、本当だ。ってことはだから中にいたのか。なる。こっち側が逆に開いてないよ。なる。こっち行こう。恐ろしい。わあ。バックグラウンドワーカーさんが来てた。いやー。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ガガちゃんにトラさんが誕生日だと聞いて、ガガちゃん嘘教えてますね。え、本当でしょう。そうなんです。今日は世界トラの日ですよ。タイガトラ誕生日。世界中の動物園とかがトラの写真いっぱい載せてくれる。最初から2本できるようにはなってるけど、失敗する確率の方が高いって。あ、なるほど。あ、シーンって言った。オッケー、行ってきます。エレベーター来た。ちょっとドーザーが来てる。
あと1個は今拾った。バル取った。はい。オッケー。あー終われそうだ。恐ろしい。タイガさんもう取ってるじゃないですか。バル持った。えらい。怖い。あ、もうあったんだ。うん、あった。え、ね、ここにエレベーターが来た瞬間にもうあったってこと。そういうことだ。もうここにね、立てかけてあった。ここに。あはん。この辺、うん、これだから罠だよね。あ、上動いてるの見えるじゃんって言って下に意識を なるほど。確かに高等なテクニックなるほど。まんまと引っかかったわ。まんまと引っかかったな。でも絶対これ上見ちゃうよね見ちゃう。おーすげえ動いてる。そう見えるんですもんね。普通見えないですよ。うん、恐ろしいぜ。魔王さん、トラおめめありがとう。おめめ。うん、Windows くんもトラになってるって。バックグラウンド赤さん、 Windows くんがトラになってる。何が起きてんの、 Windows くんに。あ、ちょ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 、え、嘘。うわー、真っ白だよ。びっくりした。バールが必要、ね、はい、開けます。1分しか時間がないのね。よく上から脱出するバールバールってなったからあるけど、エレベーターの上の部分は中から開けないように。よしよし、こっちだ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 。ああ、あ、なんとか成功した。サングレス早く乗れわあ、なんとかなんとかった長い戦いだった。長い戦いだった、ね、98歳になれたぜ。あ、やっと今日ペンキもらえるじゃん。嘘、初めてのペンキ。今日のペンキは何でしょう。ペンキだ。あれ、同じものが。アジノさん同じやつだ。珍しい。なんかトラ999みたいな名前になってる。本当だ。トラ999をもらった。単純。ディスライフルだって。トラ999じゃん。誕生日プレゼントですよ、きっと。ありがとう。トラ999がもらえました。ディスライフルってなんかネーミングセンスがさ。うん、ディストライフル、これライフルですどんな意味だ、うん、あもうさすがにギャンブラーになってんの。パークボコボコ、スーパーボコボコの時が違う。スーパーって何が違うんですかあ、めちゃボコボコだ。めちゃボコボコの時はクルーシェフだ。フルーチーフか。はい、今日はもう終わっていいですよね。終わっていいです。さすがにもう0時半なので、ね、これ一つ明日も仕事ですよ。早く寝ないとですね難しかったな。明日そういえば俺の枠はなしでいいんだよね。あ、どっちでも任せます。了解。うん。ゆるい感じなんで、まあ、ほぼ雑談と思っていただければ、うん、大丈夫です。いや、今日もお疲れ様でございました。お疲れ様でございました。本当に。めっちゃ疲れたね、なんか。2時間半。ずっと同じもの、うん。ゾンビ戦法だったね、なんか。ステルス装備ってやっぱ弱いんだね。うん、弱いね。全然違いましたね。いや、うん、武器はあれだけどさ、アーマーが紙ペラでペラペラでしたからね。あれはちょっとさすがにでしたね。ダウンダウンの繰り返しでした、うん、反省しました、まあ、ある意味リアリティがあるかもしれない。そうね、実際に撃たれたら、うん、あんなもんなんじゃないの。そうね。いや、一発持たないよね。即死ですね。痛いよってなる実
際ドーザーにあったら即死だからね。うん、もう目があっただけで死のうってなっちゃう、うん、もういいですってな。タゲが来た瞬間にあ終わったってなる、うん、目があった瞬間に、うん、もう完全降伏、もうすぐ手上げちゃうよね、ハンズアップ。恐ろしいわ。来週はモズちゃん出れるかな、頼むぜ。やっぱスーツってのがダメだな。うん、アーマー20しかないんだ。20しかない。え、あったんですか？これアーマー変えてもさ、うん、なんだっけ、発見リスクって上がったり下がったりするのかな。もちろん発見リスクは、そっか、うん、まあ、スーツが確か一番低かったはず。うん、うん、なるほどね、わかった。次回頑張ろう、またそうそうですねうん、うん、そうですね、今日は寝ようも、ええ、今日はね、うん、まあクリアできて、そうだよ、クリアできてよかったということで締めましょうそうですね、うん、できてよかった、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、はい、ではでは今日もご視聴くださりありがとうございました。高評価ボタンポチリとしていただくのは心苦しいんですが、していただきまして確かに、ね、チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、うん、それぞれフォローやチャンネル登録しておいていただきたいく存じます。よろしくお願いいたします。お願いします。アーマーバッグ持っていくとアーマーを着ててもリスクを下げられるよってジゴさんが言ってます。あ、アーマーバッグってなんだ。着替えを入れるバッグ。あ、そういうもんであるんですね。でもそれを持ったらボディーバッグが持てなくなるとかなりますからね。あー、そういうことか、うん、あ、これかアーマーバッグ。なるほど、いろんなのがあるの、まだまだ知らないことだらけですが、頑張ってやっていきたいと思います。うん、そうですね。来週もまた100歳になりたい。そうだね、とりあえずの目標。ねうん、またこの接続の環境がね。ああ、そうね。それもありますね。出だしのグダグダがね、うん、早くなくなってほしいですね。全く。うん。まあまあまあ、そんな感じで。まあまあまあ、はい。はい。はいと、ではでは、はい、行きましょう。はい、もういいです。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。さらばじゃ。